絶対禁止。みんながやってるあれ、マジで身長伸びません。身長ビヨーン。石井学科生成績が専門、身長すること田辺です。今日もですよ、全身全霊で身長に関すること配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人は今すぐチャンネル登録お願いします。ということでね、本日お話しさせていただくのはもう絶対禁止なんだよね。本当に身長伸ばしたい人はもうやっちゃいけない あれについてのお話しさせていただきたいと思います。きっとですよ、あなたも一度はやったことある。あれについてね、お話しさせていただきますので、ね、身長伸ばしたい人はね、最後までね、お話聞いてくださいよ。よろしくお願いしますよ。そのですね、もう、あれをですね、もう、今日の動画チェックしていただいてね、今すぐやめてください。そうすれば身長伸ばせますね。本当に大事なんですよね。目標を達成するときはね、何をやるべきか考えるのが大事だっていうのは、もう皆さんも知ってた。だけど、それ以上に大事なのね、何をやらないかってことがね、すっごい大事なんだよね。本当にね、目標を達成するときはね、何をやるべきか、そしてそれに加えて何をやらないべきかっていうのをね、みんなにもね、理解してほしい。ということで今日は行きますよ。絶対禁止。みんながやってるあれ、マジで身長伸びません。行きますよ。ということで一つ目。最高に重要。これ今日一番重要な内容になってくるね。なぜ重要かってことですけども。はい、問題です。1950年の時の日本人の男性の平均身長は、はい、その通り、161センチ。それに対して今の身長は、はい、その通り、171センチ。ということで、171-161は、はい、その通り、10センチですってことですよね。どうして10センチ伸びた？日本人の平均身長はどうしてこの70年間で10センチ伸びたのか、説明してくださいってことですね。おそらくこう答えるのが正しいんじゃないでしょうか。栄養の改善ってことですよね。栄養が改善したからこそ、日本人の平均身長が10センチ伸びたというふうに私はね、考えてもいいのではないかと思うんですけども、皆さんやってはいけない一つ目のあれってことで、好き嫌い、食べ物の好き嫌いしてませんかってことで今日お伝えしたいんですよね。皆さんのですよ、頭も手も膝も腰も足も全部みんなが食べたものからできてるわけね。その食べたものが体のパーツを一つ一つになって、そしてそれが身長で組み立ててるわけですから、何を食べるかが当然大事なんですよ。子供の身長にとって必要な栄養素は何ですかって質問を受けるんですけどね、それ逆を返して聞きます。不必要な栄養素は何ですかってことですね。身長にとって不必要な栄養素はない、そういう風に言い切れるわけですね。なので好き嫌いはしていけない、それが一つ目。その中でも身長にとって大事な栄養素っていうのは過去に紹介させていただきましたよね。タンパク質の摂取が大事だとお話をさせていただきました。ただしタンパク質皆さんどうですか？好きなんだよね。実はタンパク質みんな好きなの私知ってますね。お肉大好き、お魚大好きってことで、タンパク質は皆さん好きなんだよね。それに対して今日お話しさせていただくのですよ、日本スポーツ振興センターの平成22年度児童生徒の食生活実態調査ってことですね。1万1000人のですね、小中学生を対象にしてですね、好きな食べ物、嫌いな食べ物の調査のデータがですね、面白いんですよね。ここにですよ、身長を伸ばすヒントが隠れてるってわけなんですね。ということで今日お話しさせていただくのは、ここの部分ね、ものすごい大事なポイントだから超面白いんだけど、今日一番面白い部分じゃないかな。嫌いな料理ってことで、平成20年、ちょっと古いけどそこは許して。嫌いな料理として第1位に挙げられたのが、なんと、レバー。レバーが嫌いなんだってね。皆さんも嫌いでしょうね。あなたもレバー嫌いでしょうね。私もね、レバー苦くてあまり好きじゃない。だけど、私いつもお伝えしてるね、タンパク質大事だと思います。それに加えて、亜鉛だったり、鉄ってのが、子供は欠乏しやすいって話をね、してると思うんですけども、レバーに含まれるんですよ。大事な栄養素何ですかって言ったらね、鉄と亜鉛なんですよ。一番大事なやつが一番嫌いな食べ物、そこなんですよ。だからお伝えして、好き嫌いはしちゃダメなんだよね、身長伸ばしたければってことですよね。ってことで一つ目ね、もうね、皆さんにもね、もうレバーをね、こんな風にしてね、過剰摂取して食べろって言ってるわけじゃないの。もし給食に出てきたら、もしお母さんがね、一生懸命作ってくれたらですよ、頑張って食べてくださいってことでもお伝えしたいんですよね。ということですよ、二つ目いきますよ。絶対禁止。みんながやってるあれ、マジで身長伸びませんってことで、二つ目お話しさせていただくのは、これ絶対やってると思いますよ、皆さん。夜更かし。夜更かしすなってことで、夜更かしは絶対
りに身長伸ばしたい人ってやっちゃダメなの。なぜやってはいけないか、大きく分けると2つ理由があるんだよね。1つは1個前の動画でもお話した通り、10代の皆さんは9時間寝る必要があるんですよね。これも徹底的に覚えてほしい。マジックワードね、マジックナンバー、9時間寝てくださいって言ってね、お話ししてます。もし仮にですよ、夜中の1時まで起きていて9時間寝てください。そしたら10時学校始まってます、完全に遅刻ですってことですね。もうね、そう、辻褄合わないってことで、夜更かしするとそもそも睡眠の時間が取れなくなってくるってことが一つですよね。だから9時間寝なくちゃいけないわけですからね、身長伸ばしたい人ね。夜更かしもうすなってね、もう本当に魔法のように覚えてほしい。そしてもう一つ大事なのが、過去にも紹介させていただいた通りなんですけど、大阪ユニットセンターの記事ね、また URL を概要欄に貼っておきますけども、早熟の原因として肥満や夜更かしがもしかしたら考えられるかもって言われてるんだよね。初めて知ったって人もいるかもしれないし、忘れてたって人もいると思うんだよね。身長を伸ばすときは早熟、晩熟なんて単語があるけども、新規症状がどんどん早く出てしまう子が早熟、新規症状がゆっくりな子が晩熟、そして最終的に身長が高くなるのは晩熟だったよね。逆に言うと、早熟になればなるほど身長が低くなるリスクが上がってくるってことですね。つまり夜更かしが早熟を促し、もしかしたらあなたの身長を低くするかもしれないってこと。今日お話しさせていただいて2つ目のポイントは、夜更かしすなーね、本当に皆さんに覚えていただきたい。そして私お話しさせていただいて1番目のですよ、好き嫌いをすな、2番目ですよ、夜更かしをすなってね、もうこれ最強の2トップなんですけど、今日お話しさせていただく3番目のポイント、この3番目のポイントが私が皆さんに伝えたいこと、絶対禁止、みんながやっているあれ、身長伸びませんのあれの3番目はぐーたら生活。もうぐーたらすな、もう家でずっとぐーたらすな、本当にもう YouTube 見てずっとこうやってこうポリポリお菓子ばっかり食べてコーラバンバン飲んでって、その生活はやめろってことですよね。こういった世の中ね、家にいなくちゃいけないっていうね、本当非常に辛い時期、まさかこんな世の中になるとね、私も全く想像つかなかったわけですけども、半強制的ですよ、家にいる時間がですよ長くなってしまう。その中で失われるもの、運動習慣、運動はですね、やっぱ身長を伸ばすために必須になってきますのでね、今日ねまたちょっと改めてね、皆さんと共有したい、なぜ運動をすべきか。運動すると成長ホルモン分泌が促されるんですよね。もうすでに過去の動画でもお話しさせていただきました、運動すると体なんか成長ホルモンがドカーンとね、もう分泌がビューンってされるんですよね。成長ホルモンってね、薬剤だとこんな小さなものでも何万円つく、すごい高級な薬剤なんだけども、実はご自身が運動するだけでそれが、ね、無料で手に入るってことで、もうこれやらない理由がない。絶対ね、皆さんね、運動はした方がいいんですよ。運動すると成長ホルモン分泌が促される。そして運動すると食事にとってのプラスに働くと思いませんかね。運動した後の食事どうですか。美味しいよね、空腹に勝るんですよ。調味料はなしなんていうふうに言われるぐらいですけども、運動した後のご飯って最高なんですよ。だからね、運動すると食事を摂取した時栄養の吸収率が明らかに上がる。もうこれはですね、もう研究ではそういうレベルじゃない、もう明らかにそういうもんですね。だから運動することで栄養が改善するっても一つポイントですよね。そして運動すると眠くなる、睡眠の質が向上するわけですよね。だからね、運動しない理由なんて、ね、どこにもないわけね。だからそういった意味ですよ、本当にこのね、世の中でね、もう本当に難しいんだけども、なんとかね、そういった時間をね、ぜひ皆さんにはね、取っていただきたい。全身運動をね、やっていただきたい。サッカー、バスケ、テニス、野球、水泳、もう何だっていいんですよ。ご自身が好きな運動をやってくださいね。運動によって成長ホルモンが分泌される、食事が美味しくなる、そして睡眠にもいい。もう運動しない理由がないということですよ。今日お話しさせていただいたら絶対禁止、みんながやっているあれ、マジで身長伸びませんということですよね。お話しさせていただきました。いかがだったでしょうかね。今日はね、本当に大事な回だったので、ね、もう一回復習させてくださいよ。一つ目、好き嫌いをすなね。二つ目、夜更かしすな。そして三番目、ぐうたら生活を送るなってことですね。運動しろってことですね。いかがだったでしょうか。今後も身長に関することで全身全霊で配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録を待って、次の動画もね、全身全霊で待ってくれよね。身長ビャーン。